どうも、アバアバゲームズの J です。今回はね、前の続きの弓矢紹介ウィークってことなんで、今回氷属性の貫通弓を紹介します。前回はね、火属性貫通弓もうみんな作りました。あれ強かったよね。で、今回はそれの氷バージョンみたいなもんですね。武器はこれです。ちょっと読み方よくわかんないんですけど、クシャルダオラの弓、羽飾り、バイクエスメイル、ジュラアーム、クロムメタルコイル、八つ肩グリーブ、五石は前と同じ体術2がついてて、これはあれか、レベ3とレベ2が空いてるやつだ。で、発動スキルは氷属性強化レベル5、体術レベル4、弱点特攻レベル3、貫通弾貫通矢強化レベル3、超会心2、スタミナ急速回復2、夢ため段階レベル1、地質区画レベル1です。で、お団子はこの通りです。でね、注目してほしいポイントは、今回これ面白いんだよ。これの百竜スロット、百竜スキルのこれの効果が、弓を当て続けてるとどんどん会心が上がるっていうスキルになってて、今会心が 10% じゃないですか。これを弓を当て続けると、今光ったで、こうやって当て続けると 40%、さっきが10だったから30上がってますね。でもうすぐ終わっちゃうんだけどね、当て続けてると会心が上がるってスキル、これをね今回使って、氷が効くやつ、氷が効いて貫通矢と相性がいいディアブロスでいきます。でちょっと言い忘れてて、今サボのご指摘受けまして、このスロットに何入れてるか今言います。まずここスロットは、弓のスロットに氷属性1個で、これはスロなし。バイク S アームは、貫通打貫通矢強化、弱点特攻、氷属性強化を入れてます。でジュラアームも、同じで、貫通打貫通矢強化、弱点特攻氷属性で、クロムもほぼほぼ同じで、超会心をここに入れて弱点特攻と氷属性で、八つ肩はスロット空きは1個しかないので、氷属性強化を入れてます。で最後俺のこのお守りがレベル3とレベル2が空いてるので、貫通矢と超会心を入れて、これでこういうスキルになります。これ今怒られちゃったんでね、ちゃんと言います。よし、やっていこう。最初の場所は何番だった、遠くね、初期位置ともいいんですけど、だいたい9番分けな気がするんだけどさ、今回は遠い。よし。でね、この装備紹介動画はね、サボと J 別々一人でやってる撮影だから、すっごい緊張してんだよね。だけどいつかね、このチャンネルも大きくなって育ってった時に喋れるようになりたいから、一人で今練習していますと。よし、いました。いや、すげえ時間かかったわ。でまずはドーピング、大事。うんめー。でやっていこう。で、入れ替え技は、豪奢普通のと三河仕上げり、にらみ打ちっていう構成です。全然回避ができないんだけどね。で、この武器のコンセプトっていうか、まあ今回やりたいことは、ずっと攻撃を当て続けて回心を上げていくっていう作戦です。でこいつの弱点は確かね、背中か翼ぐらいだから、そこ狙って貫通させてるイメージで俺はやってる。うわ、すごくない今の、びっくりするからひるんでるじゃん。これぞ貫通氷弓、そして会心が高いこの武器。どう、みんなも使いたくなったんじゃない。ほら、これなら俺下手でもいけるわ、ずっとひるんでんだもん。で、ドーピングもしたことに加えて、ずーっと転がれるし、
で体力がなくなったら、弓掛けして体力を戻していけば OK。 あいい、いやいい、すごいいいわ、使いやすい、快適かもしんない。でこうやってね調子乗るとね負けるかもしんないんでね、真似しないように。ちょっと今危なかったね、ヒヤヒヤポイントだったよ。あー睨み撃ち全然できてないな。なるべく横から攻撃したい、横から両方の羽を貫通させていくイメージがいいんだよね本当は。あれもう弱ったよ、そんなバナナ。すごい上手くなった気分なんだけど俺、大丈夫これ。よーい、早っ早っ、3分57結構早くない？途中ね今回道迷っちゃったけど、えモンスター時代には全然時間かかってない。えこの弓使いやすいわ、氷うわいいわ、使っていこうこれ。でね最終確認でね、スキルはこんな感じで、お団子はこれ、ヘッタクソでもねもうひるみまくり。やっぱね属性弓だからもうバンバン攻撃してバンバン分野返してひるんでるから攻撃があんま当たんなかったね。でね多分もっと上手くなっていくわ、三日足上がりであのジャスト回避すればため段階めちゃくちゃ上がってもっと強くなる。なんでみんなも俺と一緒に練習して弓マスターになりましょう。今回はここまでで、あざした。